北竜湖ハートの形をしている。北竜湖北竜湖は長野県飯山市にある湖。周囲を走る断層と火山の爆発によってできたくぼみに水が溜まってできた天然湖である。古くは北竜地、佐乙女地と呼ばれた。豪雪地帯にあり、周囲2.4ヘクタールほどの面積から雪解け水や雨水を集め、春は満々と水をたたえている。 春に咲く湖畔の名の花畑は有名。古くは、佐乙女たちが手を洗う場所であるとして、佐乙女地と呼ばれた。江戸時代に築かれた堤防によって規模が拡大されたが、しばしば決壊し下流の家屋や田畑が流出している。1783年に浅間山が噴火した、際の天命の大地震による決壊が、堤防強化の契機となった。1847年には、 全校自治神によりこの西部から水が溢れ、湖の主と言われたオロチが住民百人分の命を飲み込み、竜に姿を変えちくま川に流れ下ったという。明治の初め、堤防が築かれこの規模が現在の姿に拡大、北流地という名称が付けられた。現在はその姿が失われてしまったが、かつては南に南流湖という湖があり、オスメスの竜が、 南北それぞれの池に住むと言われている。1961年、北流湖観光協会設立に伴い北流湖へと改名され、湖を中心とした観光開発が進められ始めた。湖の水は農業用水として利用されており、24.3ヘクタールの地域に灌漑する。そのため夏は水位が低下し、水温上昇またボートの邪魔になると、 大量の水草が処分され種の絶滅また、水質悪化が見られることがある。釣り堀目的に放たれた、ブラックバスにより他の魚は絶滅している JR、飯山線、飯山駅から超電バス野沢線、野沢温泉行きバスに乗車し、バス停、北流湖入口にて、下車、徒歩15分。4月下旬に湖水開きが取り行われ、桜が見ごろを迎える。 とりわけ5月上旬に一斉に開花する名の花畑は有名で多くの観光客や写真家が集まる。釣り客も多く、貸しボートもある。ありがとうございます。